ようやく人の話を聞く気になったか、ディミトリー・ユーリエフ。口の悪さは相変わらずだな、セラーズ。時間が惜しい。結果だけ報告しろ。まったく、貴様といい、マーグリスといい、指揮官と名のつく連中は融通が利かんな。まあいい、すでに起動実験は成功している。問題は何だ。この数値を見ろ。側頭葉からのパルスが安定していませんね。パイロットとのリンクに問題があるのでは。これのベースは崩壊したミルチアから回収されたプロトタイプ。元はオルムスの聖職者用に調整されていたものだ。当然だな。動力に関してもだ。もともとはオリジナルドハルに合わせた企画なんだ。現状私が製作していたエミュレーターの補給を使用して稼働させているが、その分出力も安定しないし、パイロットとのリンクも芳しくないな。このままでは動かせないと。その逆だよ。勢いがつきすぎて止められる。連邦のテクノロジーをバカにするつもりはないが、この手の技術に関してはオルムスに一日の長がある。せめてベクターが参加していればな。少しは違ったろうが。なぜ奴らを計画から外した。レメゲトンの一件な。ベクターが内々で関与していたのは貴様も知ってるだろう。あの男が何を企んでいるのかは知らんが、重要な機密情報を渡すわけにはいかん。コスモスの代わりに計画に編入された例のものは、出資は突き止めたのか。ベクターの二の手かもしれんぞ。現在探らせている。たとえあの男の差し金であったとしても、所詮は対グノーシス兵器に過ぎる。せいぜい利用させてもらう。それよりメルカバの状況はどうなっている。あれは問題ない。すでに最終調整も済んでいる。貴様から提供された Y 資料のおかげでな。プライドに触ったか。どう取ってもらっても構わんよ。だが評価はしてほしいものだな。断片をつなぎ合わせて全体を構築したんだ。無から作った方が早かったくらいだよ。もっとも肝心のコアがこの状態では安全の保証はしかねるがね。公開演習の日時が迫っている。間に合わせられるな。分かっている。そうでなければ私はここにいる意味はないからな。ところで相手は見つかったのか。こいつと戦うにはそれ相応のものが必要になるぞ。ご心配なく、すでに手配済みです。ほう。新ベクターの俗物どもを黙らせる格好の相手さ。